JR 東海は台風7号の接近に伴い、沿線で大雨や強風が予想されていることから、東海道新幹線は東京駅から名古屋駅の間で、上下線とも始発から終日運転を取りやめています。また、東海道線は静岡駅から熱海駅の間の上下線で、通常より本数を減らして運行しているということです。県内区間の東名・新東名高速道路について、 ネクスコ中日本によりますと通行止めの予定はありませんが最新の交通情報を確認するよう呼びかけています。